企業は皆さんの定期を負担していたとして、こんな高い時間帯に通勤されたら交通費が馬鹿にならない、会社としての利益が下がる、じゃあもうフレックスタイムでいいからみんな好きな時間に通勤してこいとか、いやそもそも交通費もったいないからそんな高い時間帯に来られたら何困るから、まあ旅行ドラッグでいいよそういうふうになっていくと朝の時間帯が通勤してくる。そうだ、ありがとうございます。お願いします。本当にこういう厳しいことってことを私は大歓迎で、これに対して私がどう思ってるのかっていうのをお伝えできる本当に貴重な機会を与えていただいていると思っているので、応援メッセージだけでなく、いろんなご質問、そして厳しい声も本当に受け付けております。感謝しております。ありがとうございます。